微細的書き素論の4回目の授業の補足をここでしていきます。グラフの円彩色という話をしていたんですけども、一部の証明が間違っているというか不完全だというか、まあそういう形だったので、それをやり直すという形のことをここで行います。円完全グラフっていうのがあったんですけども、それをちょっとまず復習します。円完全グラフで PQ 円完全グラフという言い方をして、まあ、P と Q っていうのは生成数で P が Q 以上であるというふうにします。で、この PQ 円完全グラフというのは、頂点集合を0から P マイナス1までの整数。で、辺の方はこのように定義されている。まあ、このような無効グラフと同型であるグラフのことを PQ 円完全グラフと呼ぶということですね。で、辺はどこにあるかというと、IJ という組なんですけども、その I と J は、その差の絶対値が Q 以上 P マイナス Q 以下でなくてはいけないという条件を満たす必要があるということになっています。で、ここにあるのが、まあ、円完全グラフの例で、この PQ 円完全グラフのことを、まあ、今後 K、Q 分の P という形で書いていくということになります。はい、これは定義ですね。で、この円完全グラフ同士の順道形があるかないかということを考えていきたいという話をします。で、これが、紹介したい定理、性質で、この Q 分の P と Q プライム分の P プライムっていうのがあるんですけども、まず、ここでは、興味のある範囲の、面白い範囲の PQ、そして P プライム、Q プライムを考えるというふうにします。で、今からやりたいのはこの1番の方ですね。Q 分の P と Q プライム分の P プライムの間に、ここに書いてあるような代償関係、つまり Q 分の P が Q プライム分の P プライム以下である。というときには、KQ 分の P から KQ プライム分の P プライムに順道傾斜が存在するということです。このような形ですね。はい。実際この場合は、この5分の17と2分の7を比べると、5分の17の方が小さいわけですね。という形で、順道傾斜が存在するということになります。で、これをまあ証明していきたいんですけども、まあ、実際にそのまあ順道傾斜を作ってあげればよいということになるわけですね。順道傾斜図を作ってあげるということになります。で、その作り方は、まあ、ここに書いてある通りですね。何かというと、頂点ですね。この、Q 分の P の方の頂点は、まあ、0から P マイナス1という番号になっているわけですけども、そのそれぞれを、まあ、i とすると、i に対して fi というのをですね、Q 分の iQ プライムの小数点に書きにして、この記号は小数点に書きにして、ということになります。はい。で、まあ、このように定義するということですね。ちょっとまあ下の例、見てみると、左の方がですね、これは、5分の17ってありますので、まあ、頂点は0から始まって、0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16と、17からわけです。で、右の方は、計2分の7なので、この0から始めると、1、2、3、4、5、6までの7個があるということになるわけですね。で、例えば、F の、どうでしょうかね。F の12っていうのをやってみると、この場合、Q が2ですね。Q が2で、12かける、Q プライムが、間違ってますね。Q が5ですね。すみません。Q が5で、Q は5で、Q プライムは2。こういう形になりますね。ではこれは、5分の24の小数点にして、だからこれは、4ですね。はい。で、私で12が4に移ると。12は4に移る。こういうことですね。で、まあ、その左の図の方では、その移った先の色で、この順道傾斜図の行き先を表しているというふうに思ってください。という形ですね。いいでしょうかね。はい。で、これが確かに順道傾斜図なんだってことを、まあ、証明しようと思うんですね。で、まずは、この fy がですね、実際にこの、k、q プライム、p プライムという、グラフの頂点になってないといけないわけです。で、まずそれを確認しましょうということをします。で、頂点になっているということは何かっていうと、
確かに差があるとの確認なんですけども、つまりこれ F は今、VK 9分の P から VK P プライ、9プライム分の P ですね。っていう形になってて、この後ろの集合っていうのは、これ0、1点点点、P プライムマイナス1なんですね。で、本当に確かに、この、今これ定義して F ですね。この上に書いてあるのは先ほど定義したものをそのまま書いてます。この先ほど定義したこの F っていうもの、この値 Fi っていうのが確かにこの範囲に収まってるんだってことをちゃんと確認する必要があるわけです。で、それをやるのはここです。で、実際どうやってやってるかっていうと、Fi はここに書いてある通りなので、この i の値によって、まあ、この Fi が変わってくるわけです。じゃあその i の値を変えることによって Fi がどのように変わるのかということを考えます。で、そうすると i は0から p-1 まで動きますので、Fi の値を小さくしようと思ったら、この小さく、a が一番小さくなるのは i が一番小さいときです。で、それは0のときですね。つまり、fi というのは必ず、この i を0にしたときの値以上になっています。で、ここに書いてあるのは0ですから、確かに fi は0以上だということがわかるわけですね。で、一方で、この i のところに一番大きな可能な値、この ip-1 を入れると、任意の i に対して fi はそのときの値以下になります。ね、i を p-1 にしたときの値以下になります。で、この p-1、q プライムを q で割ったもので小数点化して押したものが fi の、まあ、上階になるわけです。で、ここに書いてあるものを計算していくと、まあ、ここに書いてあるのが展開したんですね。展開しました。で、そうすると、今ですね、ここに、q 分の pq プライムっていうのがあるんですけども、ここに今考えた仮定がありますね。ここに仮定があるので、この仮定から、何が言えるかというと、この部分の両辺に q プライムをかけると、左辺は q 分の pq プライムになって、右辺の方は q プライム分の p プライムかける q プライムになるので、これ p プライムですね。という形で、ここの部分、q 分の pq プライムっていうのを p プライムに置き換えると、不等号になるということになります。ですかね。でそうすると、この部分は、p プライムのこれ整数です。整数です。で、q、q プライムっていうのは、これは、なんだか、まあ、値自体はわかんないんだけども、これは、必ず、なんて言えばいいのかな。0よりも大きいと。なので、整数から0よりも大きいものを引いて、小数点が切り捨てれますから、それ自体は p プライムマイナス1以下になるということになるわけです。ですか？ということで、この fi の値っていうのは0以上であり、p プライムマイナス1以下であるという、この範囲に収まっていったことが今わかりました。つまり、確かに写像になっているということになります。はい。ではですね、写像になっているので、実際にこれが、順道形であるということを確認していきます。で、順道形で、あるたびには何が成り立っていないといけないかっていうと、この k 九分の p の辺を持ってきたら、それが移した先でも辺になっているということを言えばいいわけです。何かというと、目標書くと何かというと、ij が k 九分の p の辺ならば、その移した先ですね、fi ちょっとなくなったので書き直すと、fi, fj っていうのも、ちょっと場所が足りなくなったので、場所が足りなくなったので、ちょっと動かしますね。っていうのが、e の k, q プライム分の p プライムになってないので、足りていけないということです。だから、その示すためには、まずこれ仮定しますね。仮定します。で、まあ、i と j っていうのは番号だったので、まあ、代償関係どちらが大きいと仮定しても構わないです。だから、まあ、i が j よりも大きいとしましょう。これは、一般性を失わずに仮定できます。でそうすると、今、この、辺であるってことの条件はどのように書けたかというと、これが、円完全グラフの辺の、定義から、こういうようになって、この i-j が、q 以上、p-1 以下になってきていけないと。定義の中では、ここ、絶対値がついてたんですけども、今、代償関係があるというふうに仮定しましたので、まあ、この絶対値は外せるということになります。でしょうか。で、証明したいことは、fi, fj が消してしまいましたね。
FIFJ が、この移しただけの辺になっているということなので、まあ、これは、書き換えると、何かっていうと、FI-FJ が、Q プライム以上、P プライムマイナス Q プライム以下になっているということを示しているわけですね。まあ、本来は、ここ、絶対値がついているんですけども、I が J よりも大きいっていうふうに言ってるんで、その過程のもとでは、FI は FJ 以上になります。だから、それを使えば、まあ、この、絶対値いらないということになるわけですね。で、これが目標になります。これが新たな目標です。これを示すということになりますね。で、そうすると、まあ、この FI-FJ が何だかってことを知る必要があるわけです。で、それをやっていきましょうということになります。でですね、これが FI の定義なので、まあ、これに従って計算をしていくわけですけども、まあ、この計算を簡単にするために、簡単にというか、うまく進めていくために、この分子の部分ですね、IQ プライムを Q で割った余りを RI、JQ プライムを Q で割った余りを RJ とすることにします。ですか？で、そうすると、FI というのは、こう書きます。IQ、あ、すいません。FI は今、Q 分の IQ プライムの小数定義が切り捨てなんだけども、これがこのように書きます。だからこれとこれはこれ等しいです。これとこれは等しいです。ですね。だからこの IQ プライムを Q で割って小数定義以下を切り捨てているってのは何かっていうと、IQ プライムを Q で割った小をであるとですね、これは。Q で。小ですね。通じるかな。なので、それは、分子からあらかじめ余りを引いておいて、Q で割れば、それで整数になるんです。あ、これ等しい。で、同じことを、この J の方でもやっています。いいでしょうかね。ということなので、ということなので、何なのかというと、で、今、ここに書いてあるものを整理したわけですね。まあ、通分と言ってもいいかもしれません。したのがこれになります。いいでしょうか。これ等しい。等しい。ということで、FI-FJ っていうのは、まあ、このように書けるんで、この今書いた、この式ですね。この式が Q プライム以上、P プライムマイナス Q プライム以下であるってことを今から示していくわけです。で、まずは、Q プライム以上なのかな逆かな違うな。P プライムマイナス Q プライム以下であるってことを示していきます。そうですね。で、そのためには、先ほどもやったような形で、この FI-FJ が何とか以下だってことを言いたいので、今、ここに書いてある初めの式は、先ほどのページで計算したものです。で、この RI と RJ っていうのは、Q で割った余りなので、RI と RJ の範囲は0以上 Q-1 以下になっています。いいですか？で、そうすると、この後で、この、これよりも小さいんだっていう、これ以下だっていう不等式を、与える。つまり、この式の上階を与えようと思ったら、RI に対してはできるだけ小さい値、RJ に対してはできるだけ大きな値を入れてあげればよいということになります。こちらすると、RI を0にして、RJ を Q-1 にすると、このような不等式が得られます。いいですか？ RI と RJ の範囲はここだからですね。ここだから。で、あとは計算していきます。で、この前の部分を揃えたのはここですね。で、後ろの部分がこうなってます。今、ここのマイナス0マイナス9マイナス1というのは、ここは計算すると、1マイナス、そして9マイナス1になりますから、それを9で割ると、ここに書いてある式になるということになります。はい。で、ですね、今、i マイナス j はもともと p マイナス9以下でした。ですね。i マイナス j、i と j っていうのが元のグラフ、左側のグラフの左側のグラフの辺であるということから i-j は p-9 以下であるということが条件という仮定であるわけです。で、それを使いました。で、この部分を今から計算していきたいんですけども、今またこの p ですね。p の部分を置き換えます。何かというと、これを仮定を使います。で、この仮定を使うと、これは先ほどもやったような変形ですけども、p が q' 分の p'q 以下であるということがわかるので、それを使って置き換えると。ということをしています。で、そうすると、この部分展開すると、前の部分は Q と Q' が消えて P' が残ると。で、後ろの部分は Q が消えて Q' が残るという形になります。
で、そうするとですね、まあ、こういうような式が出てくるんですけども、p プライムマイナス q プライム、これ整数ですね。まあ、1も整数ですね。で、q 分の1って、まあ、これは整数ではないわけですね。q が1じゃない限りは整数じゃないわけですけども、注目したいのは、この1マイナス q 分の1ってここですね。この部分は、これ、1未満なわけです。1からなんか引いてますから。1から、0よりも大きいものを引いてますから、これ1未満なわけです。そうすると何かというと、今ですね、この左辺の fi-fj っていうのは、これは整数なんですね。先ほど言った通り、ちょっと戻りました。先ほど言った通り、この間に、この間なかった。この間に、fi 収まってますから、fi とこれ、fi も fj も整数なわけです。だから fi-fj も整数です。ですね。で、こっち整数なんですけども、こちら側は p'-q' って整数に、まあ整数かどうかわかんないけども、1よりも小さいものが、足されていると。いうわけです。で、そうすると、これ、整数だったとしたら、この部分は、まあ、無視されるというか、だから、この、左辺のですね、小数点以下切り捨てをしたものも fy-fj 以下、以上になっています。で、そうすると、これは、今この切り捨てをしたものは、p'-q' 以下になっています。この赤い部分、この四角の部分が1未満だから。例えば、この赤い部分がこれ 0.5 とかになってくると、それはこの切り捨てによって切り捨てられるわけです。いいですか？つまり、fi-fj は p'-q' 以下であるということが言えるということになります。いいでしょうか。で、これで、片側ですね、示したかった不等式の片側が示せました。で、もう片方ですね、fi-fj が q' 以上であるということ。こちら側ですね。こちら側を次に示していきます。で、やることは同じで、この ri-rj っていうところがあるんですけども、これをできる限り小さくします。あ、そうです。大きくします。で、大きくするとマイナスだから、この向きの不等号が出てくるということになるわけです。で、できるだけこの r-rj を大きくしようと思ったら、ri を q-1、rj を0にするという形で書くわけです。いいですか？で、あとはまた計算するわけですね。ここは、イコールで変形してるだけなんですけども、今、i-j は q 以上っていう仮定があるので、それを使うことで書き換えると、不等号が出てきます。あとの部分は変わらないですね。はい。で、そうすると、この 9×9 分の 9' っていうのは 9' になります。で、そうすると、先ほどとまた同じ話で、この 9' のところはこれ整数。なんだけども、この引いてる部分ですね。ここは、どんだけ引いてるかっていうと、ここは書き方を間違えると、言い方間違えるといけないかもしれませんけども、これを先ほどと同じような考え方をすると、これを、全体を、小数点以下を切り上げても、この不等号は、なんですわけです。なんでかというと、左辺も整数だから。なので、で、そうすると、これ切り上げたものは何になるかっていうと、これは、q' 以上になります。1引いてますから、1引いて、なんかわかんないものを足してると。正のものを足してるので、q' 以上になります。という形で、fi-fj は q' 以上であるという形の式が得られて、これで証明が終わるということになります。はい。よろしいでしょうか。はい。これが、授業中に間違った証明をしようとして、まあ、授業の時に気づいてよかったなと思ったんですけども、まあ、これで、正しくなっていることをちょっと、願います。じゃあ、皆さんも確認してみてください。私はよく間違ったことを言うので、皆さん、ちゃんと、ここでやったことがちゃんと正しいのかってことは、皆さんちゃんと確認するというのが重要です。で、間違っていたら教えてください。はい。で、もう一つ、補足をします。それはですね、この、授業の中で最後にやったところの、性質で、沿線色数と染色数の関係ですね。染色数っていうのは実は沿線色数の小数点以下を切り上げたものと等しいんですよ、ということですね。まあ、特にっていうのも注意しておくと、特にまあここから、染色数っていうのは、沿線色数以上だと。ということになるとですね。はい。じゃあ、これちょっと証明していくんですけど、まずですね、この文章が多分分かりにくかったので、この文章ですね、この二つの部分に分かれている。
2つの部分に分かれていて、これは、等号であることを示しているので、両向きの不等号を示しているんですね。つまり、左辺が右辺以下であるということと、左辺が右辺以上であるということを示しています。で、その部分がこう分かれているわけです。で、それを一つずつやっていきましょうということになります。ではですね、全体の過程は何かっていうと、この沿線色数を見て、沿線色数が、沿線色数っていうのは、有理数なんですけども、それが9分の p という形で書けていると仮定します。で、そうすると何が言えるかっていうと、この時にはこのグラフ G から K9 分の P に順動計算素が存在するということになるわけです。で、先ほど言った話がありまして、この P 分の Q と1分の9分の P の切り上げ、これを比べると何が言えるかっていうと、9分の P と1分の9分の P ですね。で、1分の9分の P の切り上げっていうのは、これは9分の P の切り上げなので、右に書いてあるものが左のもの以上なんです。で、ちょっと先ほどのその、円完全グラフ間の順動計算像の存在性、非存在性の話から、このような順動計存在性というと分かるわけです。いいですか？で、そうするとこの2つの順動計算像を合成することによって、G から K1 分の9分の P に切り上げ、で、順動計算像が存在するということが分かります。で、それで、この1分のってなっているのは、実はこの完全グラフと同型なんだと。というふうに言っていたわけですね。ですか？だから、これによって G から、頂点数が9分の P の切り上げである完全グラフで順動計算素が存在するということがわかるということになります。ですか？ということは、これは G は、この、9分の P の切り上げ色で塗れるわけです。ですか？ということなので、染色数はそれ以下になります。だから、染色数は、それ以下。9分の P の切り上げ以下になりますけども、今、9分の P っていうのは、ここに書いてある通り、円染色数になったわけです。だから、これは、円染色数の切り上げ以下だ。という形で、ここに書いてある結論が得られるということになります。で、これが一方向の不等号です。で、もう一方のですね、逆向きの不等号を示すことをやっていきます。で、そのためには何を考えなくちゃいけないかっていうと、もともとですね、この沿線色数が9分の P だって言ってるってことは、9分の P よりも小さい有理数を持ってきたら、そこに対して順動計算素存在しないってことになるんです。こうなるんですね。9分の P よりも小さい有理数、9プライム分の P プライムっていうのを持ってきたら、K9 プライム分の P プライムに向かって G から順動計算素は存在しないことになるわけです。ですね。沿線色数っていうのは、そのような順動計算素が存在するのは最小の有理数だったからです。ですか？で、これは任意の9プライム P プライムですね。この QP よりも小さな、9プライム P プライムに成り立つので、例えば P プライムとして9分の P の切り上げマイナス1、P プライムとして1を持ってくると何が起きるかっていうと、9プライムが1、あ、書こうかな。9プライムが1で P プライムが9分の P の切り上げマイナス1。こういう形になっているわけです。で、じゃあこれと9分の P を比べるとどちらが大きいですか、どちらが小さいですかということになるわけですけども、これは必ず、左の方が小さいです。必ず小さいです。ということになるので、先ほどの順動計の非存在性の話から何がわかるのかというと、何がわかるのかというと、今、G から、あ、それ、それは関係ないです。それは関係ないです。それは関係ない。今、関係ないこと言ったので、消しますね。すいません。今言っても、だから、今言っても関係なくないです。関係なくない。関係なくないから、ちょっと、しましたね。くそした。今、そうすると、この、9回分の P プライムは、9分の P より小さいので、ここの条件を満たしています。満たしています。これ重要ですね。満たしています。はい。ということなので、この9プライムと、P プライムと9プライムを、ここの、P プライム、9プライムと置き換えてあげると、G から今、設定した P プライムと9プライムを使った円完全グラフへの順動計算素は存在しないということになります。で、この円完全グラフはまた、分母の部分が1なので、これはこの完全グラフと同型なわけです。つまり、この G から、
ここに書いてある完全グラフ、頂点値が P 分の Q の切り上げマイナス1であるような完全グラフに向かって順道傾斜度は存在しないということになります。ということは、この G というのは、この色の数で塗れないということになります。つまり染色数はこれよりも真に大きい。ますね。で、この、Q 分の P の切り上げっていうのは、円染色数の切り上げなので、つまり、染色数は円染色数の切り上げマイナス1よりも真に大きいということになります。ですか？で、そうすると、今、この不等式に書いてある、左側、右側、両方とも整数なので、整数の間で真の不等号があるってことは、そのマイナス1を取り除いたら、この不等号がイコール付きになるという形で書けるということですね。つまり、染色数は、円染色数の切り上げ以上になるという形で、欲しかった式の、不等式の片側が得られるという形になって、証明が終わります。はい。以上で補足が終わりになります。はい、ありがとうございます。